て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。デコトラーデとイターシャが筋トレしてた理由が、マジで普通に体を鍛えてるだけだったっていう動画。自分たちもジムグルマーの影響を受けちゃったとかじゃなくて、マジで普通に一般人も通うジムでトレーニングしてただけだったな。お話としてはブンブンに会いたいビュンディのため、タイヤが店ごと買い取って場所を確保したところから始まりました。ジョー、グラスの持ち方がお子様すぎるだろ。サチトとビュンディが遅れてきましたが、肝心のブンブンがおらず、本人は会いたくないと言ってると伝えたところ、一触即発の状態になりました。ブンブンは会いたくない、会えないって言ってたけど、そんな悩めるブンブンを見て調べさんが可愛いってもだえてたな。二人の話によると、彼らはもともと同じチームでビッグバングランプリに出場しており、ブンブンジャーもその時のチーム名でした。同じチームだけどライバルで競い合ってて、チーム名をかけた勝負だけは勝ったものの、それ以外は全部ビュンディが勝ってたんだぜ。ビュンディに勝つためにブンブンコントローラーを作るも使いこなせず捨てた挙句、出場権も剥奪され何も言わずに逃亡。これは顔向けできませんよね。一時期は死亡したって噂も流れたと語られてたから、地球ってビッグバングランプリ開催地区からはちゃめちゃに遠いんだろうな。ですが、そんなブンブンのことを心配して、仕事のついでとはいえ彼に会いたいと探すビュンディ、いいやつですよね。さきとも暇そうにタイヤのトマトジュース勝手に飲んだり、カオスな飲み物注文してたけど、相棒の目的のために一緒に行動してるし、付き合いいいよな。いいやつではありますが、地球なんか走りやんにくれてやれよ、なんで得もないのに守ってんだ？とかタイヤに言っちゃいますけどね。俺たちは守りたいから守ってる。って返されて、そういうの大っ嫌いだってさきとは言ってたけど、言われ慣れてるって返したタイヤの信念の強さやばいよな。一方走りやんサイドはヤルカーに勝手にキャノンボーグが改造を施し、他の星と同じように地球からもラーソリンを集めるのですと意気込んでいました。ヤルちゃんは大泣きするし、それに釣られてなのか二人もテンションすごい低かったよな。まあテンションに関係なく車中はできるので、ジムグルマーはギャーソリンを集めるために市民を苦しめ始めます。っていうか、初遭遇した安信たち、驚いたもののなぜか筋肉を見せつけることで威嚇し合ってたな。人間ども、プロテイン取ってるかという呼びかけにも、おーっとマッスルポーズで答えてましたからね。人々がクソ重たいバーベルを強制的に持たせられても、なんかあいつらだけ喜んでたもんな。ギャーソリンは一応出てたけど、まだ話が終わってないタイヤ以外のブンブンジャーが現着して市民を逃がしていましたが、彼らも筋トレの餌食になったシーンなんですけど、普段から鍛えてるジョーは重ためのバーベルなのはわかりますが、現場はジャッキーのポーズで大量に重りを乗せられても、翌日筋肉痛で済むんですね。まあ生身でもブンブンチェンジアックス入りのケースをぶん投げて届けられるし、細身に見えて筋肉ムキムキなのかもしれないぜ。それとシャーシロがこの後のサウナがたまらないんだって言って能動的に腕の筋肉鍛え始めてて、みんなから見られたところがつぼりました。サウナが好き設定、まだ生きてたんだな。遅れてタイヤが到着し、手すりを使ったブンブンチェンジで変身して戦闘に参加しましたが、そこに先とも乱入し、俺を雇わないか？と提案してきます。初回無料サービスもつけるぜって言われて、ジョーとミラはただより高いものはないって否定的だったけど、現場は無料ならいいんじゃない？って肯定的だったな。初登場補正がまだまだ続いてるブンバイオレットは、そのスピードとアローモードを駆使して走りやんたちを撃退し、ギャーソリンが解き放たれました。ここでヤルちゃんに施された改造が発動してハイウェイ光線を照射、今までハイウェイ空間でラーソリンを活性化させるためにレースしてたけど、その手間を省いていきなり車中を暴走形態へ変化させられるようになったぜ。まあぶっちゃけた話、レースの映像を作る予算の削減という大人の事情ですよね。一応合体バンクと出動バンクは使い回しできるから、削れるところは削っていかないとな。今回はビュンディも巨大化してビュンビュンフォーミュラーロボへと変形、ブンブンジャーロボの前を疾走します。ブンブン、あいつまた俺の前にって言ってたけど、
車の種類からしてフォーミュラーにトレーラーが追いつけるわけないんだよな。車モードのままジムグルマーの攻撃をかわしてダメージを与えましたが、第二形態のランニングマシンモードでその上を走らされてピンチに陥ります。いや、ランニングマシンの上からどけばいいだけだろこれ。タイヤを痛めたものの、操作盤にダメージを与えて元の姿に戻しましたが、そこへブンブンからピットインしろと通信が入りました。メカニック担当のブンブン、タイヤの損傷を放っておくなんてできなくて、会いたくないって気持ちよりタイヤ交換したい気持ちが勝っちゃったぜ。ここのやりとり、やっぱり本来の二人はライバルだけどいいチームだったんだなって伝わりましたよね。この後にギュンディもあのタイヤ交換だけで十分だって納得してたからな。ピットイン後は必殺技を打つためにロボットモードへ変形し、一撃で粉砕した後はブンブンのチェッカーフラッグを受けてそのまま去っていきました。サンシーターたち、こうなるって思ってただろ、ちょっとだけね。って、もはや番組のお約束を理解し始めてて笑っちゃったぜ。番組の最後で地球を去ろうとした二人ですが、キャノンボーグから通信が入って次回に続くなので、来週は始末屋として地球のブンブンジャーを始末してほしいという依頼を受けて敵対する感じですかね。ブンレッドとバイオレットが戦うシーンと共闘するシーンがあったから、最初は戦って後からタイヤが先と雇うことで仲間になる感じかな。より金額の大きい方の味方をするカラクリサーカスを思い出しますね。お代はいかほどいただけるんで、は名言だぜ。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。XQTwitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。